こんにちは、柴田です。先日 YouTube と Twitter でアンケートを取らせていただきまして、どんなアンケートかというとですね、あなたならこのギターどっちを買いますと、どっちを買いますかというふうなアンケートを取らせていただきました。これはですね、ご存知の通り、ヒデシグネチャーモデル、そしてこっちがギブソンのレスポールスタンダード。なぜこの2本でアンケートを取ろうかと思ったかと言いますと、実はですね、どっちも34万円なんです。そして XJAPAN の2人が使用しているギターということでアンケートを取らせていただきました。実はですね、このアンケート、昔僕がレコード会社で働き始めた頃にですね、市場調査で一度行っております。なので今からですね、15年ぐらい前ですかね、15、6年前ぐらいに市場の調査として、シグネチャーモデル、ヒデシグネチャーモデルとギブソンレスポール、どっちを買いたいですかということでバンドマンにですね、アンケートを取っております。現在と15、6年前、どういうふうな違いがあるのかということと、世の中がどう変わったかというか、世の中のニーズがどういうふうに変わってきたかっていうのをお話しできたらなと思っております。まずはですね、現在のアンケート調査結果からお伝えさせていただきます。アンケートにご協力いただいた方はね、数字見えてるかと思うんですけれども、ヒデシグネチャーモデルが欲しいという方が 65%、ギブソンのレスポールスタンダードが欲しいという方が 35% というふうな感じで分かれました。いろんなコメントをたくさんいただいたんですけれども、中にはですね、他の木琴バードを持っているから、もう木琴バードはいらないかなと。だったらギブソンの方がいいっていう方とか、あとはやっぱりヒデファンだったらシグネチャーモデル買うでしょみたいな方とかですね、いろんなご意見がありました。僕の感想としてはですね、これはね、非常に面白い結果だなと思っているんですけれども、なぜかというと、実はですね、その15年前に取ったアンケートだと真逆の数字だったんですよ。ヒデシグネチャーモデルを買うという方が 35%、 ギブソンレスポールスタンダードを買うという方が 65% という感じで、本当にね、真逆だったんですよね。これで何がわかるかというと、もちろんヒデさんの人気っていうところもわかるんですけれども、木琴バードを使用することが結構当たり前になってきてるっていうところがですね、僕は一番嬉しいところですね。なんだそれと思った方もいるかもしれないですけれども、実はですね、僕がバンド活動をやっている、90年代後半から2000年代初頭にかけては、木琴バードを使用することはですね、もうタブーに近いような感じだったんですよね。それはなぜかというと、やはりヒデさんのですね、イメージが大きすぎて、で98年にヒデさんが亡くなってからは伝説のギターというふうな感じになってですね、バンドマンたちがですね、なかなかこう使うにはハードルが高くなっちゃったんですよね。もちろん98年の亡くなる前からそうだったんですけれども、僕が活動し始めた97年くらいからはですね、木琴バードを使ってる人っていうのをライブハウスでほとんど見たことがないです。僕もですね、世の流れに逆らえず木琴バードは封印してましたね。ただね、唯一ね、一人だけ木琴バードで活動している方を見たことがあって、僕が活動していたところはですね、やはりこうプロを目指しているような方々がたくさんやられてたので、目黒の鹿鳴館であったり、市川のクラブジオ、カフェラサイエンスであったりというところだったので、なかなかね、こうコピー版の世界ではたくさん使われてたのかもしれないですけれどもね、なかなかこうインディーズシーンでは使ってる方がいなくて、でもですね、僕一人だけね、使ってるのを見たことがあるんですよね。今なお活動するスモーキーフレーバーというバンドのマキオくん、この人はですね、木琴バードを堂々と使ってました。これはね、逆に衝撃でかっこよかったですよ。
当時なかなかね、木琴バードをこう持ってステージに上がるっていうのはね、なかなかね、お客さんの目も厳しかったし、まあ真似してるっていう風に感じられるっていうのもあったし、まあ当時はですね、この人の真似をするっていうのは、まあ、なかなかね、認められないというか、どうしてもね、オリジナリティを出せっていう時代だったんですよね。そんな中、まあ、キヨ君は木琴バードを使ってて、まあ、かっこよかったなというふうに思います。まあ、今もですね、スモーキーフレーバーは活動中で、この間ですね、ロックメーカーの支援 CD、キサキさんプロデュースで発売されたんですけれども、その中にもですね、スモーキーフレーバー入っております。ぜひぜひ、興味ある方はお聞きください。そんな感じでタブーにされてた木琴バードなんですけれども、まあ、当時はですね、YouTube とかもなかったし、ライブ活動がほぼほぼメインだったので、まあ、なかなか木琴バードを使用するというふうな機会はなかったんですけれども、現在は YouTube でも多数の方々が木琴バードを持って動画を撮っております。これがいい流れだったんでしょうね。特にヒデさんが亡くなった後に生まれた子たちとかが、そういう木琴バードを持ってガンガン動画上げてくれてると、こんな僕みたいなおじさんはですね、本当に嬉しくなっちゃいます。今回はヒデさんを好きな方を対象に行ったような感じになっちゃったんで、こういう風な結果になったのかもしれないですけれども、まあ、僕はですね、単純に嬉しいです。今後木琴バードを堂々と使うバンドマンが現れてくれることを願ってやまないです。ヒデさんモデルを使ってね、デビューするっていうのは、まあなかなか難しいことだとは思うんですけれども、オリジナリティある木琴バードを作ってデビュー目指してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。